正霊院。正霊院は、京都市東山区淡田口三条坊町にある、天台宗の寺院。正霊院門跡、用霊院門関とも称する。三号はなし。会期、創立者は、伝行大師、最長、本尊は、史上光如来である。現在の門主、住職は、旧白尺東伏見家出身の東伏見寺明。正霊院は、かじ 現在の三前院、妙法院と共に、天台宗の三門関寺院とされる、天台三門関。門関寺院とは、皇室や石関家の子弟が入寺する寺院のことであり、少年院は多くの法神皇、入道神皇、皇族出身で神皇の称号を与えられた僧侶が、門主、住職を務め、格式を誇ってきた。江戸時代に、仮御所となったことがあるため、 あわた御所の章もある。日本三不動の一つ、青不動のある寺としても知られる。家事、明法院などと共に、昇霊院も比叡山城にあった房、坊と呼ばれる、昇寺院がその起源となっている。昇霊院は、比叡山東東の南谷にあった、昇霊坊がその起源であり、門跡寺院となって、山下に移ったのは、平安時代末期の行元大僧正の時である。 九安六年、千百五十年に、芝上皇の皇后美福モニーは、少年院を祈願書とした頃から自覚が上がり始め、芝上皇の第七王子閣会法親王が行元の弟子として入寺してより、あとは、皇家や、設家の子弟が門主を務める格式高い寺院となった。山下へ移転した当初は、現在地のやや北西にあたる三条、白川の地にいたが、河川の氾濫を避けて、 鎌倉時代に高台の現在地へ移った。ここには元十学院という寺があり、正蓮院の南東にある花園天皇陵は十学院上陵、十学院の上の三笹とこれている。歴代住職のうち、第三世門主の自陳和尚寺円は歴史書、区間賞の著者として著名である。寺円は関白、藤原忠道の子で、歌人としても知られ、 天大雑を四度にわたって務めている。また、第十七世紋種の孫炎法神皇は、伏見天皇の第六王子で、名筆家として知られる。孫炎法神皇の諸風は、小蓮院流と呼ばれ、江戸時代に広く普及した和洋諸風、五花流の源流である。室町時代には後に、室町幕府第六代将軍、足利義則となる義縁が紋種を務めた。 また水引の本願寺が末寺として属し、後に本願寺の交流に尽くした蓮女もここで得度を受けている。江戸時代の天明8年、1788年、天明の大火で代理が消失した折には、小蓮院が御桜町上皇の仮戦闘御所となった。このため小蓮院旧仮御所として、国の史跡に指定されている。近代に入り、明治26年、 1893年の火災で大部分の建物が失われた。平成4年、1993年4月25日には、過激派、中核派の放火により、公文帝が消失したが、2年後に再建されている。戦後、公順皇后の弟にあたる東伏見寺博が、門主となったが、復興に努力した、羊町との争いがこじれ、ストライキ騒ぎが起きたり、 日本道道組合総評議会が門前に赤旗を並べたこともあった。多くの文化財が少年院の所有を離れた経緯が不明瞭であるとして国会で追及されたこともある。晩年の事故は接収が想定されていない少年院門主の地位を息子の地明に譲ろうとしてこれを阻止しようとする天台宗教団と圧力を生じた。最終的には 要求が入れられなければ、少年院を天台衆から脱退させるという字、広氏の強硬な態度に、天台衆側が屈服し、字、明の文衆世衆が実現することになった。字、明の後は、現在出事長を務めている失足の実務への継承が予定されている。本堂、神度の、小五所、花鳥殿、書院、草村派などの公文帝、茶室などがあるが、 いずれも古いものではない。各建物、公文帝の賊は渡り、廊下で繋がれている。庭園は、室町時代の、あやみ作と伝える月山泉三には、江戸時代の小堀演習作と伝える霧島の庭などがある。境内西側には、京都市天然記念物の楠の木の巨木が5本ある。小連院では、例年春と秋に期日を区切って、夜間廃館を実施し、 庭園のライトアップを行っている。出展2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社2000による。以下は、諸藩の事情により、第二次大戦後に、少年院の所有を離れた重要文化財である。大正から昭和にかけて、 活動写真の撮影場所として、門前の構えが重宝された。見識も高い寺で、映画人が心安く出入りすることはできなかったが、門前の撮影だけは許された。この時代の撮影者礼金は、映画館の招待券10枚程度で、当時で5円ほど、これは上等旅館の一泊料金に相当し、現在なら2万円弱というところだった。長い石段は、 馬の出入りが自由にできず、交渉的に不合格と言ってよかったが、この門前のいかめしさと気品が雰囲気に合い、各撮影所が町奉行所とか、薩摩屋敷として多用した。稲垣博監督は1941年、昭和16年に、坂東妻三郎主演の映画、江戸最後の日で、薩摩屋敷としてこの門前を使った。 ところがこの門前は北向きであるので陶器は門前に火が当たらず、下記は楠木が茂って門の半分を隠し太陽を遮ってしまい、しかも行角度から狙えず、キャメラマン泣かせの場所だった。1948年、昭和23年に、清水博監督が少年院に立てこもり、蜂の巣の子たちという映画の構想を練った。 戦災孤児や不良児たちを十数人この寺に収容し、その構成を指導しながら彼らの日常生活や生態をドキュメンタリー風に映し取ったのである。門前の他は映画撮影のための入門を許さなかった少年院だが、当時この寺は経済的に困窮していたために、相互扶助が生じたようで、実現しなかったが一時は、清水監督をこの寺の住職に、との話もあったという。 国立歴史民族博物館の急行給料取調調べ庁データベースより算出した幕末期の少年飲料は以下の通り11村1157国余り楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください